このメニュー。どうも、14歳 VTuber の星のみやです。ボイスロイドのキズナあかりです。チキチキチャンネル、今回の動画のお題はこちら。スライム倒して300年のレビューやっていきますよ。前回ライカが実家に帰る宣言してたわね。まあグダフはで良い意味で適当な話なので、大した理由でもなく、ライカの姉の結婚式に出るとのこと。ということで相沢さんちも、ライカのお姉さん、レイラさんの結婚式に出席することに。一方、春からは、ドラゴン酔いでゲロを吐く。ジャンプ漫画だったら、キスしながらゲロされていた。ともかくライカの故郷の温泉街に到着した相沢さんち、みんな大体ドラゴン形態と人間形態を使い分ける人たちだった。ライカは、女学院で後輩から慕われているわね。なんだかんだでライカ、あずさの一番弟子になる前から人望はあったからね。スピンオフの単行本かも楽しみ。しかし、レッドドラゴンと確執があるブルードラゴンたちが嫌がらせで襲撃をかけてくる。あげません!マジレスすると、ブルードラゴンのリーダーらしいフラットルテちゃんは、レイラさんのライバルだったらしいよ。あずさも、最初は部外者として、ドラゴン同士の抗争には、不関与のつもりだったけど、ブルードラゴンに喧嘩を売られたので出撃、きっちりパワープレイで何とか押し切るのだった。この高原の魔女、いつ見ても、格闘戦で何とかしてんな。ブルードラゴンをアズサがボコボコにしたので、ライカの刺すアズサ様もあって、レッドドラゴンたちから歓迎される。喧嘩売られたから、ライカ含めた家族を守っただけなんだよな。その辺のスタンスは、アズサのバランス取れてるところよな。さらに温泉街に襲撃するブルードラゴンの別動隊は、たまたま事業に来ていたベルゼブブが何とかしてくれました。割とライカとベルゼブブに助けられること多いよね。とりあえず嫌がらせクイーンのフラットルテを捕獲する。400歳のフラットルテも、ちゃんと人間フォームになるぞ。あら、かわいい。スペシャルウィートルテちゃんは、とりあえず今回の襲撃での被害の示談に乗ることに、賠償金に合わせて、レッドドラゴンとブルードラゴンの不戦条約をなんとか結ばせることになる。なんだかんだで、アズサの存在が、良い方向に転がってるという話よね。主人公が異世界に来て、その世界が良い方向になるっていうのが感じられる作品は、良作多いわよね。二次会だとレッドドラゴンたちも、人間フォームで参加。春からはやっぱ飲んでた。20歳超えてるからね。しょうがないね。ちゃんとフラットルテも、負けたことを認めてレイラさんを祝福するよ。なんだかんだ、フラットルテはいい子。これはあくまで一意見でしかないけど、フラットルテが結婚式襲撃したの、レイラさんへの色々ごたごたしてるものぶつけに来てるよねこれ。そしてライカは、姉との思い出をあずさに語る。ライカはレイラさんに懐きまくっていたのだ。寂しいので、あずさ様に膝枕をせがむライカ。あれ、ライカが、最初に、高原の魔女に殴り込みに来たのも、レイラさんの婚約の寂しさの反応とかあったんじゃ。とりあえずレッドドラゴンの温泉町に宿泊することを決めた相沢さんち、娘が二人いて、ベルゼブブが姉で、春からがダメな後輩で、ライカが妹枠、ペットが増えるのはもうちょいやと。この人の声優さんのエンディングが流れてる時点で察してほしい。ということで、スライム倒して300年の温泉街編は終わりだよ。やっぱ春からとベルゼブブ出てから落ち着いてきてる感じがあるわね。ライカは業が深いなぁというそういうお話。姉がのんきになったので、強い魔女に弟子入りして家族になる。ライカは尊いからな。さて、次かその次くらいで、ここに追加されます。ついに春から死ぬのか。まあ、軽いアニメなので前期の微速前進枠と同じで毎回8分やらんでも良い気がするので、この辺にしておきます。無事、ドラゴンの結婚式を終え、春からは登場からにはにしてポンコツエロフの立ち位置を確立した。だが、春からの本領は、ここからが本番だった。ナロウ特有の冤罪。無実の罪で裁判にかけられる春からを救うべく、あずさはナロウ主人、すみません。そのエピソード漫画版だとナーフされたんですよ。しょうがないね。次回、春から死す、このエロフ、いつも死んでんな。